なめとこ山の熊。なめとこ山の熊のことなら面白い。なめとこ山は大きな山だ。淵沢川はなめとこ山から出てくる。なめとこ山は一年のうち大抵の日は冷たい霧か雲かをすったり吐いたりしている。周りもみんな青黒いナマコや海坊主のような山だ。山の中頃に大きな洞穴がガランと開いている。そこから淵沢川がいきなり300尺ぐらいの滝になって、ヒノキや板屋の茂みの中をゴーッと落ちてくる。中山街道はこの頃は誰も歩かないから、吹きや板取りがいっぱいに生えたり、牛が逃げて登らないように柵を道に立てたりしているけれども、そこをガサガサ三里ばかり行くと、向こうの方で風が山の頂を通っているような音がする。気をつけてそっちを見ると、なんだかわけのわからない白い細長いものが山を動いて落ちて煙を立てているのがわかる。それがなめとこ山の大空滝だ。そして昔はその辺には熊がごちゃごちゃいたそうだ。本当はなめとこ山も熊の井も私は自分で見たのではない。人から聞いたり考えたりしたことばかりだ。間違っているかもしれないけれども、私はそう思うのだ。とにかくなめとこ山の熊の井は名高いものになっている。腹の痛いのにも効けば傷も治る。鉛の湯の入り口に、なめとこ山の熊の井ありという昔からの看板もかかっている。だから、もう熊はなめとこ山で赤い舌をベロベロ吐いて谷を渡ったり、熊の子供らが相撲を取っておしまいポカポカ殴り合ったりしていることは確かだ。熊取りの名人の淵沢小十郎が、それを片っ端から取ったのだ。淵沢小十郎は、すがめの赤黒いゴリゴリした親父で、胴は小さな薄ぐらいはあったし、手のひらは北島の毘沙門さんの病気を治すための手形ぐらい大きく厚かった。小十郎は夏ならまだの川でこさえたけらを着て、半履きを履き、セーバンの使うような山刀と、ポルトガル伝来というような大きな重い鉄砲を持って、たくましい黄色な犬を連れて、なめとこ山から、しどけ沢から、三つ又から、さっかいの山から、まみやな森から、白沢から、まるで縦横に歩いた。木がいっぱい生えているから、谷を登っていると、まるで青黒いトンネルの中を行くようで、時にはパッと緑と金色に明るくなることもあれば、そこら中が花が咲いたように日光が落ちていることもある。そこを小十郎が、まるで自分の座敷の中を歩いているというふうで、ゆっくりのっしのっしとやってゆく。犬は
先に立って崖を横ばいに走ったり、ザブンと水に駆け込んだり、縁のノロノロした気味の悪いとこをもう一生懸命に泳いで、やっと向こうの岩に登ると、体をブルブルっとして毛を逆立てて水を振るい落とし、それから鼻をしかめて主人の来るのを待っている。小十郎は膝から上にまるで屏風のような白い波を立てながら、コンパスのように足を抜き差しして、口を少し曲げながらやってくる。そこで、あんまりいっぺんに行ってしまって悪いけれども、なめとこ山あたりの熊は、小十郎を好きなのだ。その証拠には熊どもは、小十郎がぽちゃぽちゃ谷を越いだり、谷の岸の細い平らないっぱいにあざみの生えているところを通るときは、黙って高いところから見送っているのだ。木の上から両手で枝に取り付いたり、崖の上で膝を抱えて座ったりして、面白そうに小十郎を見送っているのだ。全く熊どもは小十郎の犬さえ好きなようだった。